さあ最初のコーナーは食いしん坊です。今週は専門店特集をお送りしています。私がご紹介するのはちょっと珍しいテールステーキ専門店です。大人のスペシャルな時間過ごせること間違いなしですよ。ご覧ください。どうぞ。今回は専門店特集ということで、厨房通り人情横丁内にありますテールステーキ専門店しっぽご紹介します。場所は一番街を西に直進、厨房通りを北に進み、左手にある人情横丁に入ると右手にあります。店内は大人の隠れ家をコンセプトとし、シックで落ち着いた雰囲気です。カウンターが8席、さらに2人掛けのテーブル席と4人掛けのテーブル席が用意されています。全国的にも珍しいテールステーキ専門店ということで、こちらではどんなお料理がいただけるんですか？はい、テールステーキを目玉としまして、メニューの大半はお客様の要望で出来上がったものがありますので、すべておすすめです。まずアラカルトです。カナッペや合鴨のパストラミ、お酒が進みそうですね、はい。またテールステーキにおでん風味のテールスープ、さらにステーキ類も充実しています。コースメニューも女子会コースから贅沢コースまで3種類あって、はい、肉好きにはたまりませんね、はい。やっぱりテールステーキ専門店ですので、最初はこちらですよね。テールステーキ1000円です。宮崎牛のテールステーキ、エモ牛のテールステーキになっております。2種類、宮崎牛とエモ牛といただけるんですけれども、はい、宮崎牛が濃厚で旨味の塊であれば、エモ牛はあっさりエンドレス、毎日でも食べられるような牛さんです。そもそもテールステーキとは一体どんなものなんでしょうか？はい、尻尾の真ん中の3分の1だけをスライスとしてステーキで出します。加工段階でものすごく技術がいりますので、工場と業務契約ができましたので、常時皆さんに提供できるようになりました。焼き加減も絶妙だなって思うんですけれども、はい、尻尾には骨髄の髄液がありますので、まずそこを血合いを抜くような心がけ、あと何度もひっくり返さないために私では3回と決めてます。味付けがまたとっても大事なんですよね。厳選した塩コショウのみ焼きながら味をつけます。どちらからいただこうか悩んでしまいますね。はい、まずはあっさりしたエモ牛から、はい、肉質としてはしっかりとした歯ごたえと、噛めば噛むほど旨味が出てくる感じですね、はい。あと全然この塩の尖った感じの印象がないんです。やはり組み合わせはもう何十パターン何十種類、塩でいうと400種類探しましたので、その中で一番合った牛さんとの相性のいいお塩を使用しております。エモ牛に使っているお塩もですけど、また宮崎牛に使っているお塩も違うものなんですよね。別で使用しております。まずはこのエモ牛を堪能したんですけれども、続いて宮崎牛のテールステーキ、尻尾までサシが入ってますので食感が強くジューシーです。筋が美味しい、違います。野趣あふれる旨味、宮崎牛は濃厚です。しかもちょっと脂身が甘い感じがします。やっぱり尻尾にサシが入っている分独特のうまさがきます。ああ面白い、全然違うので、なんか食べ比べながらどん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 気がついたら本当なくなっていきそうな気がします。そうですね、テールの部分の魅力って果てしないですね、はい。テールステーキを堪能しましたが、続いては宮崎牛がたっぷり入りましたロースチャーハンです。かなり宮崎牛もいい部分使ってるんですよね。そうですね、通常業者さんとかでは販売するようなところ、筋目についた美味しい旨味の入ったところを裁断し焼きます。でその良さを邪魔しないように炊き込むご飯となっております。火加減も大事なんですよね。鉄板の寝床は約370度80度ぐらいまでは上がりますので、うまさの秘訣は熱さの我慢との対決です。ロースのお肉もゴロゴロ入っていますね。やっぱりまずは宮崎牛、このお肉の旨味が口
口中にバッと広がるんですけど、お醤油も入ってますよね。そうですね、最後はお醤油を上からかけて、で焦がし目をつけて混ぜていきますので、ご飯もパラパラでニンニクの風味が追いかけてきて、テールステーキ専門店のチャーハンがここまで絶品だとは知りませんでした。今日この特レポ、お食事の締めにおすすめしたいのが大人アイス食べ比べ。大福を丸ごとアイスにしたような塩大福味と、さっぱりとした甘さのソルト味の2種類、どちらも絶品です。皆さんご覧ください、最後のお料理、また何とも言えない高級感が漂っております。ウニヒラブリアンです。要予約制になっておりますけども、8000円からとなっております。ヒレの中でもど真ん中の希少部位のシャトーブリアンの上に天然ヒラメのソテーの上に天然ウニを乗せました、ウニヒラメシャトーブリアンです。天然もののウニにじっくりローストしたヒラメとシャトーブリアンですよ。希少部位だってことは分かるんですけれども、ヒレの中でもど真ん中だけですので、常温でも溶けます。ですから表面を焼きすぎることなく、中の到着温度を42度あたり、体温よりも少し暖かくすることを意識しております。ヒラメのソテーは低温で形状を補正して、その上にジョイントとして天然のウニを置きました。幸せです。ヒラメが最初にふわって香るんです。その後にとろけるようなウニのクリーミーさとブリアンがギューって混ざってくるので、そうなんです、この3つが本当によくマッチングしてます。ブリアンの柔らかさよ、ほろ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 してくれるんです。また宮崎牛ですので、県外からのゲストや大切な方と一緒にお召し上がりいただきたいですね、はいはい、テールステーキ専門店しっぽ、時間をかけて下ごしらえされた牛テールに希少部位まで楽しめる、まさに贅沢な大人の空間です。さあ、はい、テールステーキもさることながら、うん、ウニヒラウリアン、皆さん食べたくなりましたよね。あれすごいですよね、語弊を恐れずなら何してくれてるんですか。あれはもうすごいやろ、マジですごいでしょう。マジかね。みんな何してくれてるって、いろんなところから声が聞こえてきて、今日はスタジオが贅沢な、そう、本当にあの、ね、しかもね、焼き加減もご主人高橋さんがすごく細心の注意を払って、あのヒラメは焦げ目がつかないようにふわふわのそのほろほろっとした口どけを大事にしたいということで、うん、丁寧に焼いた後に中身を42度ぐらいに保ったシャトーブリアンの、あの厚みも見ました。うわーですよ、厚いっていうか、あのステーキだけでももう十分美味しいものなのに、プラスそんなことしちゃったらっていう、そうなんですよ、ウニもたっぷりでしたね。今日ウニと一緒の色だと思いながら見ましたもん。そしてね、いやさすがケンちゃん、盛り上がってるところ悪いんですけど、ちょっともう一つご覧いただきたいものもあるんですね。こちらどうぞ、じゃじゃじゃーん笑っちゃった。これは、はい、ウニヒラブリアンご覧いただきましたけど、これはフォアブリアン、フォアグラが乗っています。上にはジャポネソース、オニオンの手作りのソースと、ハンガリー産のフォアグラ、シャトーブリアンのスミメロ三重奏でございます。すごいな、これもね、フォアグラがね、もうたまらない濃厚さがて楽しめるんですけど、バランスがいいの。食べたってこと？あ、すいません、食べちゃった。いや、なんか今食べたらしてるから、食べたってこと？写真だけかなと思ったら、うん、食べたって。美味しくいただきました。うわ、違うよ。もうね、こういうの自分のご褒美に楽しみにぜひお出かけいただきたいんですけど、やっぱり最初にご紹介したテールステーキ、あれすごかった。珍しいと思いません？私も今まで煮込みとかシチューとかの中で長時間煮込んでいただくものだって思ってたんです。これからはステーキの時代やってきますよ。そうですね、でまたあのお肉の種類によってまた味が変わるっていうのもやっぱりなんか面白いですよね、うん、そうなんです。宮崎牛はちょっとピンクでサシも強くって、うん、ワイルドな旨味が楽しめるんですけど、エモー牛、こう餌と水にこだわった薬を使わずに育てた、大事に育てた牛なんですが、あっさりとその食べ比べも十分楽しめますし、あの鉄板の吸着を利用してね、広げながら、そのテクニックも素晴らしいんですよ。
で血合いを見つけると先に血合いを冷凍の状態で焼くのでこう溶かして苦味とか旨味とか旨味が残るように雑味を除いて焼くんですね。鉄板に残った汚れとかも邪魔になるので味にね絶対に綺麗ですごい。肉にもこだわってると思うんですけどやっぱそこの焼き方とかの腕がないと、うん、そう存分に味わうことはできないわけですよね。まっすぐ真面目に食材と向かい合ってお客様のためにお客様が喜んでいただくためにっていう思いが伝わるそんなご主人なんですよね。塩もすごかったもんね。そう400種類から選んでるんですよ。400種類ってそうそうそういろんな塩試したそうです。イタリアにモンゴルにフランスに食べ比べてみたそうなんですが今の味にたどり着いたってことでチャーハンも絶品でした。あれもですね。ぜひお出かけいただきたいと思います。では場所ご紹介します。場所は一番街を西に直進中央通りを北に進み左手にある人情横丁に入ると右手にあります。そしてプレゼントいただいていますよ。テールステーキを5名様です。はい、番組最後ご覧ください。はい、ということで今回食いしん坊のでご紹介したお店の情報はこちら MCA のホームページからアクセスできるインターネット加入者限定サイト宮崎グルメ情報とスマートフォンの専用グルメサイトグルメットでご覧いただけます。ぜひともご利用ください。ご紹介した尻尾は去年11月にオープンしてるんですけどあのご主人のリンリンって書いたポロシャツ見て気づいた方いらっしゃると思うんですが、はいはい、1軒目姉妹店に大島通線沿いにあります子育て応援レストランリンリンを経営されてるんですよ。あちらは子供さんご家族を応援こちらの尻尾は大人の方の後方支援ということでぜひ両方ともにお出かけになってみてはいかがでしょうか。以上お送りしました食いしん坊のコーナーでした。はい CM の後はゲストコーナーです。